愛するひなげしごきげんよう、わらわです。結構ね、最近髪の毛が伸びてきちゃったんですよ。ほどいたらこんな感じで、結構ね伸びてきちゃって、伸びっぱなしみたいな。姫カットだった部分ももうここまで伸びちゃったし、前髪もパッツンだったのに今鬼太郎ぐらい伸びちゃってるよね。なので今回は髪を切りに行こうと思って、ついでに髪色もちょっと変えようかなと思ってるんですけど、いつもねわらわのしたい髪色とか、わらわのイメージだこうだろうっていうね、自分の主観で考えてたりすると結構ね毎回毎回マンネリ化しちゃうもんなんですよね。なので今回はツイッターでわらわちゃんのイメージを聞いて、みんなからリプライをもらった色、それを全部この髪色に反映させたら、一番みんなが想像するわらわちゃんのイメージカラーになるんじゃないかと思いまして、今回はそれをやっていきたいと思います。ツイッターでわらわちゃんのイメージカラーをリプで教えてくださいと聞いたところ、早速ね結構たくさんリプライをもらっていまして、まあ赤とか、まあ紫、赤黒とか、赤が多いのかなと、濃いワインレッドを少量のガソリンで溶いていい感じにしたい色みたいな、ちょっと抽象的な、ちょっとやりがいのありそうな答えもありまして、ではこれから美容院に行ってきます。はい、というわけでサロンに行って髪型を変えてきました。また姫カットとパッツン前髪にしてもらいました。そして本題のエクステで色を入れてもらったんですけど、この感じだとすごいまだ全然分かりづらいかもしれないんだけど、こんな感じで色を入れてもらってます。一番多かった赤と藍色、わらわちゃんなりのワインレッドにガソリンを足していい感じにした色、メタリックブラックということで、こんな感じでみんなからコメントいただいた色を全部入れてみました。サロンの人と相談して、こっち側寒色、こっち側暖色で両方にメタリックブラックを入れてもらって、いい感じに3色3色で寒色暖色と分けてもらったんですけど、正直ね最初にみんなからいろんな色もらった時に、寒色もあれば暖色もあるから、これ統一感なくて突拍子もない色合いになっちゃうんじゃないかなって思ったんですけど、もうそこはねもうサロンの人の、センスでいい感じにまとめてもらいました。本当に、いつもお世話になっているトリートフュアトリートさん、本当にありがとうございました。こんな感じでツインテールにしても分けた部分がすごい映えるし、アレンジ次第でいろんな楽しみ方があるなと思いました。というわけで本日はみんなからいただいたイメージカラーをそのままわらわの髪の毛に反映させていただくという動画でした。思いのほかおしゃれな感じになってすごく良かったです。というわけで本日も動画見てくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。さらばじゃ。動画見ていただきありがとうございました。概要欄の方に2.1ルー毎月ワンマンの、詳細のホームページを載せておりますので、皆さんぜひぜひ予約よろしくお願いします。チャンネル登録とグッドボタンもぜひ押してください。というわけでバイバイ。